こんにちは、伊藤信弘です。今日は夏までになれるかっこいい体の作り方ということで、初心者のための効果的な筋トレ方法をご紹介したいと思います。ではまず筋トレ方法を説明する前に、どうやって筋肉が大きくなるかということを知っておいてほしいんですが、筋トレをすることで筋肉の元となる筋繊維が破壊されて、その破壊された筋繊維はだいたい2日から3日で回復すると言われております。その回復をするときに超回復という現象が起きて、筋繊維は今まで以上に太くなるのです。それはまるでドラゴンボールに出てくるサイヤ人がボコボコにされた後に復活して今まで以上にパワーアップするということに似てますね。そうやって筋肉は大きくなるのです。なので筋トレをする目的は、その筋繊維を破壊するということを頭に置いておいてください。ではどうしたら効果的に筋繊維を破壊できるのかと言いますと、腹筋をするにしても回数を多くこなした方がより破壊できるのかというと、そうではないんですよね。回数よりも負荷とセット数です。負荷というのは10回やるのが精一杯という負荷が一番効果的だと言われております。なので普通の人は腹筋をしても100回ぐらいは大体できてしまうので、以前筋肉系 YouTuber のカズさんが紹介したドラゴンフラッグっていう腹筋が効果的ですね。普通に10回やるのが精一杯という人はそれで十分ですよ。そして次に重要なのがセット数です。筋肉業界では10回やるのが精一杯という筋トレを3回繰り返すことが一番効果的だと定めております。ここで注意することが休憩時間です。10回で精一杯だった筋トレをもう1セットしようと思ったら相当休まないとできないと思うんですが、休憩時間は60秒にしてください。60秒休憩しただけじゃ、もう10回で精一杯だった筋トレをもう1セットなんてできるわけないよっていうとは思うんですけど、その代わり負荷を減らすのです。例えば腕立て伏せをする場合、10回やるのが精一杯だったとして、休憩を60秒してすぐにやろうと思っても多分7回ぐらいで精一杯だと思うんですよ。なのでその場合は膝をついて腕立て伏せをするんです。こうすることで残り3回はできますよね。同様に3セット目ももう多分5回ぐらい、普通にやろうと思っても5回ぐらいで精一杯だと思うんですよ。そうしたら残り5回はまた膝をついて腕立て伏せをするという、こういう感じです。大事なのは回数よりもギリギリなんとかできるというところが大事なんですよ。そういう時に筋繊維は破壊されるわけです。そんな感じで今回はここまでです。次回の初心者のための筋トレ講座では、道具を使わずにできる筋トレ方法をご紹介したいと思います。見ていただきありがとうございました。じゃあまたねー。